悪い子になるのかい？少し照れるけど、みんなをメロメロにするべさ。勝ち残るためにたくさんの人が力を貸してくれた。仲間が背中を押してくれた。僕はもう一人じゃない。たちが急に光ってそうだね、みんなも戦ってくれてありがとう。だから僕は勝つまで絶対に諦めない。行くぞ、僕のターン。これで終わりだ。守るものはなくなったぞ。敵マスターにフルアタック。いっけー。じゃじゃーん、お呼びですかマスター。もう待ちくたびれちゃいましたよ。それで誰をメロメロにしてやればいいんです？敵のマスターですか、それともあなたなんてアイドルを選んでくださいね。来たっけプロデューサー、今日も一日よろしくね。プロデューサー、新しい衣装を着てみたんだけども、どうだろうか。ありがとね。この衣装を見てたら弟と一緒に見てたアニメを思い出したんだ。その中でめんこい女の子が似たような服を着ててね、髪型もちょっこし真似っこしてみたんだわ。うん、最初は弟が見てたんだ。それで私もなんとなく見てたら夢中になっちゃって。真似っこした女の子はどんな時も前向きに頑張る、とっても素敵な子なんだよ。ん？どういうことだいプロデューサー。
そんな風に言われるとなんだか恥ずかしいべさ。あんまり気にしてなかったけども、もしかしたら憧れてたのかもしれないね、あの子みたいな素敵な女の子に。確かにそうだね、プロデューサーってなんだか下島由博士に似てるね。あ、下島由博士っていうのはね、弟と見たアニメに出てくる頭のいい博士なんだ。いつもいろんなことに気づいて主人公を支えてくれる、アニメに欠かせない人なんだよ。プロデューサーもかい？私ももう一度見たいなって思ってたんだ。いいのかい、プロデューサー。またあの子や博士に会えるなんて楽しみだな。背中に日向って書いたシャツ着た人が劇場に入ったんだわ。私のファンなら嬉しいな。マスター、お疲れ様。びっくりした？休憩って言っても次の準備ができるまで短いでしょ？だからね、役が抜けないように続けてるんだ。あ、そうじゃなくて、続けてるの。平気平気、さっきの撮影もバッチリだったでしょ。嬉しいね。私もね、すっごく可愛くて大好きなんだわ。ちょっこしおてんばでマスターをよく振り回すけど、仲間を大切にする優しい子なんだ。そうだったのかい？プロデューサーがそう思ってたなんて嬉しいよ。あ、ありゃー、いつの間にか喋り方も元に戻ってしまったね。そうなんだけど、本番が始まったらすぐに小悪魔になれるか心配で、役柄も喋り方も私とは違うからね、ちゃんとできるか不安なんだ。なんだかカードゲームの召喚シーンみたいだね。本当に私の中にいるといいけども。やっほー、何かご用ですかマスター？すぐにできたよ、プロデューサー。うん、そうするよ。
小悪魔ちゃん、また後でよろしくね、なんて。ヤッホーマスター。ねえねえ、知ってます？新しいデッキのうわさ。小悪魔のメイドが大活躍するとかしないとか、それって私のことですかね。